客やぞみたいな。あの、鶴麺がね、鶴麺知ってます？ラーメン屋でね、鶴麺っていうラーメンがあって、ここはもう僕、むちゃくちゃ好きでね、ただね、僕、もう小麦粉をやめたんで、もう今、行けないんですけどね、行くことはできへんねんけども、でも、ほんまに美味しいねんね。ほんで、さっき言ってたような話で言うと、一口目美味しいとか、そんなんちゃうんですわ。なんか、最初だからもう、長年かかってるから、美味しさが分かるまで、結構時間かかって。これが何がうまいかな、何が頼んないなって思ってて、でもまあたんまに行って年に何回か行ってて、それが何ヶ月に1回かなってなって、月に1回になって、これちょっとこれうまいんちゃうかっていうことにあると聞きつきだし、ほんでそっからもハマって、もう毎日のように通うぐらいハマってるよね。今も小麦粉食われへんから行かれへんけどでもほんま美味しい。そんなね、派手な見せちゃいますわ。その派手な、なんかこうなんかもやしがガーン乗っててとか、野菜がもりもりもりの野菜が乗っててとか、チャーシューが山ほど乗っててとか、なんかそんな今風なやつちゃいますわ。まあまあシンプルな、もうシンプルイズベストなのを、もうほんまに急素材で勝負みたいなね、素材と手間で。食べてるうちからね、開けていきますからね。昔のラーメンわかるやろうかもしれんけどもっていう感じなんですかね、もしかしたらね、若者でも。いいですよ。あ、そうなんや。あ、そのオーナー今ハワイ行ってるね。でも元々居酒屋やってる。居酒屋やってたんですよ。居酒屋時代を行ってました。テラッタいうか、奇抜なことしたりとかいうようなことせずに、普通にほんまに美味しいものを突き詰めていって真面目にやったんやろな、いう感じやね。あ、おられた、おられた、どうぞどうぞ。
年の